カコーナーより。魔界の暴走テロリスト村上和成入場。ガンガン行け！村上行け！アルティメットクラッシュルール村上！5分3ラウンドを行います。村上！青コーナー185センチ、115キロ、頑張れー！マイクーペアー！頑張れー！行け！赤コーナー頑張れー！186センチ、95キロ、村上！村上カズナリ！村上！レフリー田山正夫。村上！澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。パンチで返します。マウントを取ります。ガードを取ります。ナイススイープですよ。はい、打撃で確に入ってますね。そうですね、足を絡めます。そのままパンチを払っていく。危ないパンチ攻撃。グラウンド状態からのパンチ攻撃させません。抜けてまいります。そのまま倒してまいります。危ないパンチ攻撃。パンチで返します。させません。パンチで返します。させません。パンチで返します。外してまいります。フロントに捉えます。スプレックス強烈ですね。ダメージありますよ。はい、マウントに移行します。ガードを取ります。パスガード、ガードします。サイドポジションから膝をぶち込んでいく。足を絡めます。上を取ります。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。下から返してまいります。抜けてまいります。ローを打ち込みます。抱えます。振りほどきます。あっと、そのまま倒します。そのままパンチを払っていく。させません。パスしましたよ。はい、ガードを取ります。パスガード、嫌がってますよ。はい、あっと、ガブった。あっと、下から返した。スイープで切り返す。逆に上を取った。あっと、外した。小気味のいいジャブを打っていく。集中しないとダメですよ。はい、スープレックス来ましたよ。バックに回った。背後を取り返す。バックを取り返す。ベリートゥーバック、ガブリの体勢に移行した。下から切り返した。外した。ブロックした。タックルで倒した。スイープで切り返す。入ってますね。バックを取ってパンチ攻撃。させません。
青コーナーよりベイビーバッドエッジ入場。赤コーナーよりボーンクライ入場。さあ、アメリカからの刺客がのしのしと入ってまいりました。頑張れ！アルティメットクラッシュルール、頑張れ！5分3ラウンドを行います。頑張れ！青コーナー186センチ、110キロ、ベイビーバッドエッジ。ガンガンいけ！いけよ。赤コーナー頑張れ！185センチ、110キロ、ボーン頑張れ！クラヒー！レフリー田山正雄。頑張れ！沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、始まってしまったんですが、勝負の分かれ道はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、まあいかに自分の得意な形に持っていけるかじゃないですかね。グラウンドでも立ち技でもいいんで。なるほど。さあどちらがその展開に持っていけるのでありましょうか。顔面を捉えます。あっとキャッチした。パンチ攻撃です。上から潰します。抜けてまいります。あっとパンチです。フック、あっとここで試合を止めた。
青コーナーよりマイク・オールマン入場。赤コーナーよりファイティングパイソン入場。さあ、驚異のハードパンチャーノックアウトキングが入ってまいりました。頑張れ！アルティメットクラッシュルール。頑張れ！ 5 分3ラウンドを行います。青コーナー185センチ、111キロ、いけよ。マイク・オールマン。頑張れ。赤コーナー頑張れ。182センチ、108キロ。ファイティングハイエーソン。レフリー田山正夫。頑張れ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。この辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。頭突きを打ち込む。ストマックに突き刺さります。ストマックへの攻撃であります。危ないパンチ攻撃。ガードします。そのままパンチを放っていく。ストマックを狙ってまいります。外してまいります。あっとパンチであります。テイクダウンを奪います。強烈に打ち込みます。グラウンド状態からのパンチ攻撃。危ないパンチ攻撃。させません。パンチで返します。マウントポジションですよ。動きが止まってしまいました。パンチで返します。させません。抜けてまいります。そのまま倒してまいります。外してまいります。上からがぶります。抜けてまいります。これは狙いますよ。ブロックしてますね。あっと外した。あっとがぶった。危ない危ない。デンジャラスな膝蹴りだ。外した。タックル。危ないですね。ガードした。あっと返した。あっと逆にパンチ。させません。ブロックした。外した。いけるか。バックに回った。スリーパー、チョークに入った。ここでゴングが鳴らされます。
青コーナーより戦慄の暴走王野川優也入場。赤コーナーより冷徹なるプロレスハンターミクロプロポリス入場。最強の外敵冷徹なプロレスハンターが入場してまいりました。ガンガン行け行け。アルティメットクラッシュルール5分3ラウンドを行います。頑張れ。青コーナー193センチ115キロ、頑張れ野川優也。ガンガン行け。頑張れ。赤コーナー188センチ95キロ、頑張れミクロプロポリス。いけよ。レフリー田山雅夫。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。まあ試合のポイントなんですが、どのあたりになりますでしょうか。そうですね、難しいんですが、まあいかに得意なポジションにつなげられるかが鍵になると思いますね。となりますとタックルでいかにテイクダウンを奪うかと。そうなるんじゃないでしょうか。これは読まれてますね。はい、強烈に打ち込みます。ナイスパスガードですよ。はい、小刻みに入ってますよ。抜けてまいります。あっとキャッチした。あっとパンチです。起こします。あっと逆に捉えた。顔面が歪みます。あっとそのまま倒します。外してまいります。スタンドで突破口を狙いますよ。はい、効いてますね。キックで返します。あっとパンチであります。崩し方うまいですね。足の使い方がうまいですよ。あーなるほど、させません。そのままパンチを払っていく。抜けてまいります。パンチ攻撃です。そのまま倒してまいります。危ないパンチ攻撃。グラウンド状態からのパンチ攻撃。マウントに移行します。ガードします。馬乗りからパンチを浴びせる。あっと逆にパンチ。あっと返した。聞いてますよ。はい、外した。組み合った。 STO。 あっとうまく切り返した。ハイキック。強烈なロード。あっとストンピング危ない。あっと逆に捉えた。あっと逆にキック。強烈キック攻撃。あっとジャブ掴んだ。膝頭を入れていく。あ
ションに移行した。ああ、完全に決められませんね。はい、ガードした。させません。なんとかしのぎたいですね。そうですね。ああ、マウントパンチ。あと、ここでギブアップ。青コーナーよりハイブリッドの風が吹き荒れる。選手入場。ヘビーの頂点を虎視眈々と狙っております。この男、気合い満点の入場シーンだ。赤コーナーよりそびえ立つアパッチタワー、高山義弘入場。ノーフィア、高山義弘の入場であります。ガンガン行け高山。アルティメットクラッシュルール、高山5分3ラウンドを行います。高山。青コーナー、オリジナルレスラー。頑張れ頑張れ高山。赤コーナー、196センチ125キロ、高山義弘。高山。レフリー田山正夫。高沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。ローを打ち込みます。腕をフックします。フロントからのヘッドロックに移行します。
ックルに入るスピードは速いですね。倒し方も上手いですよ。はい、ナイスタックルですね。外してまいります。顎を狙ってまいります。あっと逆に捉えた。あっとパンチです。脳を打ってまいります。打撃あんまりもらわない方がいいですね。聞いてますよ。そうですね。さあ粘着室よろしく。締めに転じてまいります。ローキック組みに行きます。あっとそのまま倒します。逆に返します。顔面を捉えます。行くのか。倒してまいります。スリーパーに捉えます。キック攻撃を見舞います。掴んだ。キックで返します。テイクダウンを奪います。させません。乾いた音が館内に響きます。膝へのキックです。パンチ攻撃です。抱えます。ネックロックに移行します。テイクダウン。うまくパスしましたよ。ガードを取ります。上を取ります。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。ちょっと空間作った方がいいですね。ガブリの体勢に移行します。あっと膝を折ったてていく。逆に上になります。ストバックに突き刺さります。ガードします。ブロックします。抜けてまいります。掴みます。ストバックを狙ってまいります。掴んだ。打ち込んでまいります。落ち着いていきたいですね。焦っちゃダメですよ。慎重にいきたいですね。もらいすぎると危ないですよ。そうですね。決められませんね。させません。ポジション取りうまいですね。はい、マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。ブロックします。外してまいります。取ってまいります。テイクダウン。うまく足抜きましたね。はい、ガードします。ガードします。おお、馬乗りから相当見舞っていく。抜けてまいります。このポーズです。逆十字に持ってまいります。抜けてまいります。キック攻撃を見舞います。ストンピングです。腰を落とします。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。今のは力で持っていった感じになりましたね。ええ、掴んだ。キックで返します。乾いた音が館内に響きます。掴みます。パンチで返します。掴みます。させません。フロントに捉えます。バックルで倒した。逆に上を取った。嫌がってますよ。はい、
コーナーより柔術マジシャンケンタウロスボヘミア入場。450戦無敗ニクソン・ステイシー入場。ガンガン行け！頑張れ！アルティメットクラッシュルール5分3ラウンドを行います。ガンガン行け！青コーナー191センチ、105キロ、頑張れ！ケンタウロスボヘミア。頑張れ！赤コーナー178センチ、85キロ、頑張れ！ニクソン・ステイシー。頑張れ！レフリー田山正夫。のゴングが打ち鳴らされました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。まあ、試合のポイントなんですが、どのあたりになりますでしょうか。そうですね、難しいんですが、まあいかに得意なポジションにつなげられるかが鍵になると思いますね。となりますと、タックルでいかにテイクダウンを奪うかと。そうなるんじゃないでしょうか。ガードを取ります。おっと、重くやったで切り返します。馬乗りからパンチを浴びせる。あー、マウントパンチ。グラウンドの打撃、効果的ですよ。はい、危ない。バックからのマウントパンチ。バックに回ります。抜けてまいります。あっと、そのまま倒します。マウントに移行します。これは読まれてますね。はい、ガードします。ブロックします。バックを取ります。バックからパンチを落としていく。バックを取ってパンチ攻撃。足を取って切り返した。ギブアップを宣言しました。
青コーナーより桜木ジェット旅人入場。入場。行けよー、行けー。アルティメットクラッシュルール、行けよー。5分3ラウンドを行います。頑張れー。青コーナー171センチ、76キロ、頑張れー。桜木ジェットガビット、行けー。赤コーナー192センチ、102キロ、頑張れー。チーターマサオ、頑張れ。さあ、運命の鐘が鳴った。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。その辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。おっと、